さあ今回も始めてみようか。ゴキラグタイム、ラグナロクオンラインをプレイしてますロサです。今回の動画は第2回ニュードリームマシンチャレンジということで、毎回ねチャレンジガチャチャレンジやるんですけれども、数量がねいっぱいで56まで減らしてきました続けてやりましょうね。56まで減らしてきました、13,400 リボン。夢を追いかけましょう、10回挑戦2000。さすがにできたか。さすがに71まで来たけど、まあジェムとかね、まあほとんどコインホルダーの中身ですね。一つ帽子が来ましたね。このままいけんのかな。71は無理なのかな。行ってみる。夢を追いかけて。いけるか。うん、結構来たね。今回は新しい収集品はないね。まあコインホルダーの中身が多いね。まあ、毒瓶とか、76。76だといけるかな？もう一回。わかんねえけど。もう一回行ってみる？お、カード来たよ。コロンカード。コロンカードが来たよ。一回できなかったけど、コロンカードが。カード来たよ、ホロンが。いらねえけどな。いらねえけど。入るやつ、全部入れていくか。この辺入んのかな。アメジスト入る。プラントボトル。これは入んねえな。ホロンは入んねえな。6便は入るか。これ入んねえな。60、拡大鏡一つ取っとくか。まあ、鑑定してみよう。なんだろう、帽子。熊帽です。いいね、かわいいの来たね。じゃ、サイド。7600円、だいぶ減ったね。夢を追いかけましょう。あ、船乗りのパイプが来たよ。船乗りのパイプが、え、どこ。船乗りのパイプって何これ来たよって言ったけど、あー、こういうのね。はい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 、いらないけど槍が来たよ。槍もいらねえけど。槍もいらねえけど、これもう一回いけるかな。え、もう一回いけそうだね。アムドと、あ、アムムと。お、デュラン。槍が2個も来たね。カード、アムムトが来ました。入っていかないか。じゃあ拡大鏡を2つ。槍はどうなの。やり使えるキャラいないけどさ、グングとゼピロス、まあ定番ですね。まあ定番ですね。まあこんな感じで第2回のニュードリームチャレンジやってきましたが、今回はカードも出ましたし、まあね、50ぐらいにアイテム所持を減らしたので、帽子も出ましたしね、少しガチャっぽいことができましたね。またこれからも
ポイントを貯めて第3回ユードリームチャレンジができるように頑張りましょう。それではまたの機会までごきげんよう。